ビギナー・ンニングマガジンへようこそ。感想不教委任、牧野です。今回は、プーマ、デビエイト・ニトロ・エリート VS、ファースト・アール・ニトロ・エリートについて紹介したいと思います。<laughs> えー、設楽選手がですね、えー、履いていたので脚光を浴びました。あの黄色いね、イエローカラーの、えー、ファースト・アール・ニトロ・エリート。今回、大阪でですね、 ここれでで走るとということで、えー、プーマがまあいよいよ、えー、ランニングシーンにですね復活っていう感じが、えー、してならないんですがその矢先にですね今度は旭化成の村山健太選手もプーマに所属ということになりました契約ということですねそこで今回はファーストかと思いきや、えー、インタビューで見てみますとこれはデビュエイトニトロエリート。 ととといううことで、で、え、で、ー、プーマ内でもこう別れるとこういう限界ですね。まずですね、えー、最初に紹介したいのはファーストアルニトロエリートですけれどもこちらの棒はですね、えー、ある程度この、えー、今までのタイプを削ぎ落としているさらに軽量化しているということで 26cm186g と。 えー、すごいい超軽量という、えー、形ですですからデビエイトニートルに比べればさらに軽くしているということで,でそれでいて反発性を持たせてグリップも、えー、ちっちゃくなっていますから非常にこう。 滑りにくいということでキャッチ感がある靴ではないかなと思っていますまあいずれにしろですね2月中にですね限定販売されるみたいな話が出ていますがそれをまたちょっと情報がしっかりと掴めましたらを紹介できればと思っていますなので大阪設楽優太選手はこちらのシューズ、えー、走るということでですねどんな走りになっていくのか非常に興味深いところですねで 一方で村山健太選手、えー、プーマのサイトでもですね、えー、ラントリップのサイトでもインタビューに答えていますが、えー、デビュートニトロエリートで出るということでこちらも大阪、えー、プーマ対決というのが見れるとままでちょっと新鮮な感じがしてならないですね。で既にエリート かなりです、ね、浸透しつつあるのでえ入手がしやすくなってきていると思うんですがこのところでどういった感覚になってくるのかっていうのは、ね、今までの反発が非常に強かった苗木だったりとか僕が好きな作、ね、家にだったりとかそういったところと違いっていうのがねちょっと出てくるのかなって期待大かなと思っていますねいずれにしろ今回の大阪はですね。 また紹介しますけれども川内選手がーメータースピードスカイの新色結果、新色でしたけれども出るということで国内勢というのが非常,に非常にバラエティー飛んでるというか非常にしのぎを削る戦いになってくるのかと思っています。そしてプーマ内でもですねこのファースト R ニトロエリートと村山健太選手が走るデビエイトニトロエリート。この プーマ内対決というのも非常に楽しみかなと思っています。いずれにしろと市民ランナーは大阪は走れません。けれども、ちょっと nhk で観戦できればと思っていますので、まこの対決も含めて国内勢の走りえー、期待したいかなと思っていますえー、今回はプーマの、えー、厚底、カーボンシューズ紹介させていただきました。えー、この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想9人まとめでした。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。